野村さんオリックスは2位、はい、投手力がナンバーワン、まあ、間違いないですよね。今年3連覇ってねって考えてたんですよ。そう、一応僕ソフトバンクにさせてもらってますけど、はいはいはい、もちろんオリックスも強いですよ。3連覇ってすげえなっていうのと、なるほどなるほど、去年は両チーム2連覇してほしいっていうのがあったから、はい、1位にしたんですけど、はい、3連覇って大変じゃね。もう相当だから3連覇っていう考え方で入り口入っていくとよほどじゃないと無理だと思うんですよ、はい。だからソフトバンクがどえらい補強してるでしょ。確かにオリックス連覇してるけど、はい、言い方変えるとソフトバンクがあと1個勝ってれば優勝なのに、まあ、そうです、こけちゃったわけじゃないですか、はいはい、まあ、ほぼ優勝ほぼ一緒なんですよ。そこで考えた時にソフトバンクの補強とオリックスは吉田正尚が抜けてるでしょ、はい、森を補強したとはいえ、はい、ってことで僕はちょっと入れ替えました。なるほど。